化粧柳は、柳か柳属の樹木。中国、日本、韓国及び、ロシアなどのアジア東部の寒冷地に多く、日本では、北海道の日高、十勝地方と、長野県の安佐川上流部に自生する。化粧柳の名前の由来は、植物学者、牧野富太郎による。春先になると、白い甲を吹き、まるで化粧をしているような姿を捉えて名付けられた。 牧野新日本植物図鑑、三景ディ図鑑樹に咲く花リベンゲ12005年、頃からガイドのカ川俊治によって、化粧柳の名前の由来を、化粧柳の若木は、唐賀が赤く染まります。冬、雪景色を背景に赤く染まる唐賀の群生が若い、娘が口紅を刺したように美しいと呼ぶのが、ふさわしいとして、この美しさは、冬だけしか見られませんと、 冬の上高地へ誘い込むための工場として使い始めた通説がある。日本山岳ガイド協会認定の自然ガイド落葉性の木元で樹高25メートルほどの高木になるものもある。葉は五星で、葉芯は長さ5から7.5センチメートル、幅3から5センチメートルの長蛇円形である。卓葉を持ち、葉平は短い。下記は松本盆地で4月下旬。 上高地ではそれより1ヶ月遅れである。柳花なので、私有意趣で、花は、お嬢果女つまり小さい花が集まった5センチにも及ぶ、方になり、咲き終えると、果女全体が落ちる。尾花は、おしべが5本、目花は、めしべがあるだけで、花弁も蜜線もなく、柳花としては、例外的に、風梅花である。小さい筒や船体があり、これらに綿毛を生じて、 小全体が綿毛に包まれたように見えるものが多い。塔が一枚のカバーのような鱗片に包まれている。種子には、竜女と呼ばれる銀色に輝く綿毛がついており、風に乗ってよく飛散する。風に乗って種子が龍女で飛散する様子は相関である。柳花植物の種子は、排乳がなく種皮が薄く、短命だが、化粧柳の種子の寿命も1ヶ月程度と短い。 種子が飛ぶのは、上高地で6月初旬から7月初旬の約1ヶ月である。生育に適した場所に到達した種子だけが発が、定着でき、新たな群落を形成できる。若木の成長は早く、よく花をつける。しかし、継ぎ木や挿し木は難しく、若木でないと移植も容易でないなど、一般の柳とは異なる点が多い。 冬の間に枝を取って、挿し木をすれば発根するとも言われる。アジア東部の寒冷地である、朝鮮半島北中部、中国東北部、バイカルコイ島のシベリアカムチャツカ、カラフトなどの日本海よりに多く見られる。上高地では、カッパ橋脇に大木があるが、主として中野西園地から横までの河原、川岸に自生し、山の斜面には見られない。 札内川上流に隔離分布する化粧柳十勝川、出来船川、札内川、鳥田別川、日高幌別川、猿留川、渚目川に自生している。札内川では、日本最大の群落を形成している。札内川の河原はゴロゴロとした石に覆われており、植物が育つには不向きだが、化粧柳は、他の植物が生育できない。 歴史の河原で成長することができる。佐通地川は川床の移動が激しく、洪水による過湿浸食により寿命に満たないうちに倒壊する化粧やなぎが多く見られるが同時に新たな河原が形成され、化粧やなぎの更新に適した環境が提供される。1927年に上高地で自生しているものが発見されて有名になった。その後は長く、 標高の高い寒冷地でなければ育たないものと思われていた。しかし1949年に山崎林時が安佐川の河原で自生している化粧柳を発見した。その後、1969年に安佐橋から3キロメートルほど下流でも群落が発見され、1983年にはさらに下流の奈良川との合流点でも見つかった。現在見られる 下流域の群落としては、松本市旗地区をしだし、同市安佐川地区八景山のものがある。2012年11月、大町市の鹿島川で、推定樹齢3から5年、樹高約3メートルの洋木が1本発見された。鹿島大橋上流100メートルの河原の中で、大町山岳博物館の学芸員が化粧柳であることを確認した。発見されたのは一本だけで、 他にはまだ見つかっていない。バルナラブル環境省のレッドリストでは2000年に販売されたレッドデータブックまでは絶滅危惧ツー類であったが2007年に公表されたレッドリストでは削除された。ありがとうございます。